自分の部屋、自分の部屋。へい。おい、バドさんがいないんだけど、おめえ知らねえか？昇進のあまり出てったのか、あいつ。クソスネオがいるぜ、スネオが。ラスオスト。誰ラスオスト？これはやっぱ結構部屋はでかい方と見ていいのかな。自分の部屋じゃねえ。あんま気にしない。よいしょ。靴ぐらい脱げ。まあ人のベッドだからいいか。オス。なんだ、僕に何の用だ。え、何をしているかだって。虫だよ、虫。虫コレクション。虫は素晴らしい。バドさんと同じか、それ以上に素晴らしい。別にバドさんが虫しかってわけじゃない。バドは虫。僕は虫が大好きなんだ。お、そうだ。虫売ってくれよ。うん、いいよ。何でも買い取るわけじゃないからね。取引は夜だけだ。虫だけに虫のいい話。今週のノルマ。今日はホーリーアゲハとゲルドーニアンマにゾラホタル。持ってたっけ ?3 匹持ってるけど、どれだけ売ってくれるんだ ?5 匹。そんなに持ってないだろう。売る。いやー、うまい。う、虫漬け走るよ。わかりにくい。なんでこんなクソめんどくせえ売り方しなきゃいけねえんだよ。ねえ、せめてメニューをさ、この画面見せながら言ってくれるんならともかくさ、クソほど分かりにき。ホーリーアゲハも買ってくれるって言ったっけ。まあいいや。確かトイレじゃなかったっけ、イベント。バドの部屋、俺の部屋。うー、来た来た。このイベント分岐だったっけ。それすらも覚えてない。あ、いいね。しまってんじゃん。紙をください。紙なら何でもいいんです。おい、ばあちゃん、神くんねえか。誰かのラブレターかなんかをくれてやった記憶があるんだけど。セバスン、セバスン、神くれ。ああ、6。腕立て伏せ。トレーニングだよ、と。お腹にこっそりやってるんだ。頑張り薬。麻薬かな。じゃあ次は頑張り薬を買っていきますか。で、一応せっかくだから自分の部屋も。お、なんかある。誰が来たんだ、こんなところに。ってことは、俺がいない間に誰かがこの部屋に勝手に入って。てか広いな、この部屋。さっき泊まったやつの部屋より全然でかいぜ。自分のだろ、これ。誰かが勝手に部屋に入ったってことだ。まあ、それ以前に人の部屋で寝てるやつもいるしな。紙、そんなものないよ。これでいいよね、別に。夜は外出れないんだったっけ。ゼルダの部屋。チッサーウル先生。うん、うん、見つかりそうかい。と、
校長の部屋、クラネの部屋。夜明けにレディの部屋に失礼じゃないのって。でも前に入ってる人がなかなか出てくれないのよね。お風呂、風呂なんてあったっけ。へそくりはなしか。ホネル先生、兄ちゃんとはお別れだよ。夜になったら大騒動じゃ。ゼルダの部屋、鍵かかってんぞこれ。おい、どういうことだ。お風呂場。2回目だ。誰が入ってるんだ今。前の人がなかなか出てくれないらしいです。あ、なんかある。17。久しぶりの夜の街。間違えた。呼んでない。お呼びじゃない。こっち。騒音被害。やべ。逃げろ。めっちゃ怒られてるやつや。誰だ、鐘を鳴らしたのは。犯人はもういないけどな。一人だ。せな。ああ。に落ちちゃった。見習い岸君、そんなことではダメダメ。夜は飛んではいけない。危なすぎだろここ。なんで街中で襲われんとわかんねん。お、 CV 小安がいるじゃん。娘に気やすく話しかけるな。ジロジロ見るのもダメだぞ。こいつか。お客さん、家にまで来ちゃダメよ。なんで知識過剰かしら。スパスパ切りなん50回ぐらい切らなきゃいけないんだったっけ。スネーキ立てやがってよ。見えた。サービスシーン。
あけばの富士ちゃん。ゆうこちゃん、ありがとうございます。お礼、感謝の気持ちください。とりあえず朝にして頑張り役だけ忘れないうちに買っとこうかな。でまた次夜した時に渡しに行く。もう入れる家なかったっけ。うるせえなこいつ。マップはマイナスマイナス。なんだ。開かない。確かどうにかしたら開いた気がするけど、覚えてないんで。いつか開く時を楽しみに。よし、朝にしよう。じゃあちょっとベッド借りるね。朝まで。幼女と添い寝。じゃあちょっとお借りしましたんで。おじちゃん、いろんな感謝を集めるって言ってた。感謝は集めるもの。現在の薬どんな感じや。ガラ空き瓶だよねあれ。頑張り薬獲得。セバスンはねドーピングをするんだよ。頑張り役、頑張り役。これだっけ。これはガンバオールだよと買う。自分で組むんだ。半分間効果。半分間待ってやる。ロボいなくなってるな。あの光が差す方にラピュタが向かおう。飛び出る場所はあるけど一旦セーブしておきたい。セーブポイント、セーブポイント。セバスンもいた。もうここで薬あげていいのかな。まだだね。やっぱ夜会いに行かなきゃダメだね。わお、クイナの家に行ってないな、まだ。セーブだ。それじゃあ行くぞー。父さんは竜の巣の中でラピュタを見つけたんだ。光の差す方へ。あれ、行くぞー。結構攻撃が激しかった覚えが。竜の巣の中に突入します。おお、常に嵐。キョッチャー営業のが多い。ここはむしろナウシカの不快だな。不快を指してる。
上から行くぞ、気をつけろ。行きまーす。と、いで宝箱じゃねえか。ねえ、開いてねえよ、まだ。どうなってるの。到着。だいぶ下に来てしまった。開いてんじゃん。ごまだねー。300ルピーじゃ。うまい。正直どうやって行くんだって覚えてる。こっちだっけ。でちょ、あ、これあれか。よくわからん労働が始まるやつか。歌島。前方の建物への侵入ルートが不明です。探索をするのじゃ。回せないんじゃないこれ。あー、どうだったっけこれ。あ、聞くこともできる。完全に理解したわ。ベリー完全に理解したわ。ヒントを見よう。今更だな。中央の台座を回転させ、歌島の塔に通ずる橋を完成させるのじゃ。タラララ。行くぞ。その理屈はおかしい。入り口がこれはおかしい。小さいおっさん用か。あ、と
よじゃん。よってなんだよ。よカシャン。下から来るぞ。こいつ動くぞ口が。一刻どうかな。本性にスカイウォードを当てたことで女神様の言葉がファイの中で目覚めました。女神様のメッセージをお聞きください。はい、急に踊るよ。聖なる炎を求めし者よ、この言葉に耳を傾けてください。私は時の彼方よりあなたを導く者。聖なる炎は3つ、それぞれを見つけるためには女神の3種の神器と呼ばれるものが必要です。神器はあなたが試練を乗り越えるたびにその手に授けられるでしょう。神器の力を借り進む道の先であなたは聖なる炎の美しさを目にするはずです。ではこれより歌を授けます。フィロネの森に眠る最初の試練、その入り口を開く調べです。あなかしこー、あなかしこえらいポップな。虫見て動きが。いろんな鳥が飛び回る。ポケモンにこんな技なかった？あのフィールド草タイプにするやつ。フロールの勇気。これがこの曲の名です。フロールの勇気を覚えた。ちょっとカービィっぽい。下がっていった。メカミゾウが帰っていった。さあ試練だ試練、ね、みんな試練大嫌いだよね。俺も嫌いだわ。じゃあのう、雨降ってる、あ、降ってたか。こっちのマップ、まあ、ちょここ寄ってみるか。まあせっかくなんでね、帰る前にちょっと寄ってみよう。飛び降りる場所ないんですけど。あった。帰る前にちょっと行ってみよう。あれだ。ゾウもね、歌を教えたらはけてったよね、画面外に。ん、宝箱。まだ開いてないから、どうでもいいか。で、これは？気持ち悪い。気持ち悪いだが、追ってくる。ここで戦うか。ほ、来いよ。来いよ、ウェレット。来いよ。ほら。かかって来いよ。鬱だわ。その鬱じゃねえ。なんもない。帰ろう。逆側はまた今度という。
世界が変わる。リュードスを抜け抜け抜け、思ったより長い、抜ける。あー、ということでね、次はフィローネに降りなきゃいけないんだな。フィローネに降りなきゃ いけないんだな。ヒヨシさんはいいか。ルーレット遠いな、うん、また今度ね。かわせ。下からはいけないで、ショートカット、ショートカット飛び込むがないからダメだね。でダメみたいですね。いくぞー。あ、20ルピーがいいんじゃねえか。おい、逃しませんよ。難しいんだけど、こいつ逃げる当たれませんけど、はっ、やったか。よし、無理だなこれ。この後鳥のやつあったっけ。20ルピー諦め。